どうも、コムカイです。ラブラブキュンバー。別に喋ることないんだけどさ、今日もさ。でも今日はすげーいい日なんだよね。なんでか知りたい？教えちゃおうかな、教えないかな、教えちゃおうね、教えよ。カニパーチーをしようと思ってね、リサンチに来たんですよ。それプラス、リサといえば黒ギャルのリサちゃんなんですよ。なのでここまでのメイク、ファンデーションと眉毛だけしたんで、これからはギャルメイクを伝授してもらおうかなと。リサ、しゃべりば MK5、 マジマンジマンジ。よし、じゃあ今日はリサそんな感じで、私のこの顔をギャルにしてください。姉さんギャルメイクですね。まずギャルメイクってどうするの？分かった、いつもリサがするギャルメイクを私に施しちゃって。いいですか？ちょっと、あ、大変だ。でも基本的にはやっぱあれですよね。してってね、リサ、して、はい、してってね。ブラウン系の、あとはドゥ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 、やっぱ白をね入れられたら、まあギャルですねって感じですかね。はい、じゃあね、その早速やっちゃいますよ。はい、イエーイ、失礼します。うわーい、うすいません。あ、色つきましたよ、早速。うっそ、どうします？はい、茶色をね、まあ、茶色、失礼します。わーい。面白いね。ギャルがいい。失礼します。わーい。あ、やっちまった。え、何？どうなってんの？これ。どうですか？わかんない、見てない。じゃあもう反対も失礼しますよ。うん、わーい。筆をね、使うと、私はいいんじゃないかなと思います。爪大丈夫？はい、優しくね、女の子だからね。あ、でもいい感じですよね、さ、マジで。あ、もう白入れちゃいます。ん、はい、もうもう失礼しますね。イエーイ、もういきますよ。うわーい、入れちゃったの？入れちゃってますね。入れちゃったの？もう入れちゃった？もう入れちゃった。早くない？そうなんですよ、入れるの早いですよね。ここ長いのかな。あ、どうでしょう。はい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 、いい感じです、いい感じです。チョベリバ、チョベリバっす。ちょっと上とか見てもらってもいいですか？あ、チョベリバ、失礼します。うわーい、うわーい、うわーい。あ、まあとりあえずこんな感じでギャルになったかな。でもあとちょっぴり、あ、また上でもいいかもしれないですね。失礼します。もうこっちやっちゃいます。ウェーイ。何してるか、チップで合う。はい、ウェーイ。タレミちゃんのところね。そうそうそうす、ウェーイ、ウェーイ。失礼します。はいはいはい、逆も失礼しますね。いいよいいよ、すごいよ。もう次まつげつけちゃいますよ。わーい。とりあえずもう次まつげいっちゃいたいと思うんで、姉さんのまつげを上げてください。ビューラー、あ、上がった、上がりました、上がりました。そして姉さんに今からこの、なんて言ったらいいんでしょうね、なんつったらいいんですかね、まあ見た目ボリュームあればよくないっていう感じのやつしか私は選んでないんですけど、あればよくない、そうです、よくないってやつ、よくないってこだわりが実はない。いいよね、よくないって感じのやつ。あ、結構ボリュームあってよくないっていうっていうまつげをつけてくださるそうです。そうです、そうです。お姉さんはあんまりご自身でこうつけたりとかはないですか？自分でつけたことない。あ、つけたことがない。うん、よっしゃ、任せてください。実はつけまつげつける位置っていうのが大事なんですよ。なに？じゃあ目つぶっていただいてもいいですか？早速いきますよ。痛かったら言ってくださいね。ブッサーンってですね、わーわーでですね、姉さんちょっと目を開けていただいてもいいですか？開けにくいかな。はい、そう、あのちょっと上ぐらいがちょうどいいんですよ、目の。はい、いきますよ。わーい、ちょっと開けていただいてもいいですか？ありがとうございます。まつげ入りましたね。あとはもうライナーです。そしてさっき白入れましたけど、さらにペンシルで、さらに、失礼しますよ。あ、いや、なんかちょっとここが結構痛かったら本当言ってください。気持ちいい。え、嘘ですよね。嘘、気持ちいい、これですよね。
はい、ありがとうございます。からのスープ。まあ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 って感じです。ちょっとここら辺ちょっとやらせてもらってもいいですか？ここら辺。何それ？ここら辺？そうっすね。ノーズシャドウって言ったらいいんですか、ね？ああ、ノーズシャドウして。じゃあノーズシャドウね、ちょっと暗めのパウダーでこう、はい、失礼します。あの目つぶっていただいて。これギャルになれるの？あ、そうっすね。これマック？これマックです。だからいい匂いするんだね。あ、いい匂いしますか？マックって独特のいい匂いしない？あ、わかります。はい。え？ノーズシャドウを入れてもらったここ。そうですね。ノーズシャドウ。暗くなって。つーかこれみんなこんなのつけてんの？目。そうですね。基本的にはみんなつけてるよね、このつけまつげ。なんかギャルメイク的には、うん、まつげエクステ、うん、はちょっと NG。つけまつげの方がなんか上がる。じゃあもう、うん、ここで締めにかかりたいと思います。締めるの？うん。してして。ちょっとまずこうしていいですか？ちょっとこれ本当気持ち悪いと思います。ちょっと口にさ。え？見たくないですか？ギャルって大変だね。ちょっと目つぶっていただいて。下向いちゃいますね。緊張します。もうラインが決まるんで、本当。あ、可愛いです。可愛いってさ。目頭いきますよ。あ、ちょっと出ていただいてもいいですか。それは何を塗ってるの？これはあの黒いぼかしを。ぼかしを。ちょっと失礼しますね。ここいっちゃっていいですか？内側系。いいですか？どっちがいいかなってちょっと。多分いつも入ってるから入れた方が多分しっくりくるなと思う。で太くした方が多分思ってる丸さになると思う。本当ですか？からのちょっとスパッと引いてみます。スッてしてる？スッてしました今。失礼します。スッてする？スッてします。失礼しますよ。え、待って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 。スッてする？スッてします。スッてする？スッてしようかな。よっしゃ失礼しますよ。ちょっとこれスッスッちょっと A。内側のライン引いてもらってよ、ここ下のラインね、インライン。ギャルです。チョベリバチョベリバチョベリバ。ちょっとあれ失礼します。ちょっとフッてやっていいですか？フッてフッと押す。今のはあのつけまつげと自分のまつげっていうのを一体化する作業に、あ、すいません、大事な作業だったのね。あ、でも意外ともう結構シュッてなってますので、うん、いい感じだと思います。マジで？はい、ギャルっぽい。あ、ですね。でとりあえず右目も。あ、そうだ、右目やってないんだ。そうですね、ずっと知らないからこうずっと見てこっち喋ってる。よいしょ、よし、失礼します。うわーい、ちょっと内側から。うわーい。最後にハイライト系をちょっと。ハイライト系もハイライトだけどすごい色してるんだよね。そうなんですよ。これはですねクリスマス限定のパレット、パレットでもマックで A 変えちゃうらしいです。あ、ちょっと待って、髪型これで変えたらいい感じ。あ、変えましょうか。でもヒサロ店員って感じがして、やば、あ、ヒサロ店員っぽい。マジで、はい、やばいっすやばいっす。ねねとか言って完成。これあ、いいと思います、マジで。はい、ルージュ、あ、ルージュこの色じゃない？あ、いいっすね。あ、超いいっすね。じゃあ、リサちゃん、はい、ギャルの小向井さん紹介して入ってくるから。はいはい、私がですね、
みえさんと初めてお会いさせていただいた時は、みえさん本当にお肌が白くて、ああ玉肌ってこういうことを言うんだなと思っておりました。でもその姉さん、なんということでしょう。この数ヶ月の間で私よりも、黒ギャルの私よりも真っ黒になって戻ってまいりました。ええ、沖縄からわおからの姉さん、ギャルになりました。黒ギャル、みなこ姉さんです。うえ、しゃべりばーしゃべりばー。ギャルです。ギャルのみなちゃんです。はい、すごいっす。でもなんか全然いつもお姉さんとちょっと違う感じはあります。マジで。はいはい、どう、メイクしてもらった。これ見ていい？はい、どうでしょう。いただけるような感じ。うわよかった。そうですか。 あれだね、はい、大衆演劇のメイク似てるね。本当に大衆演劇。あ、怖い。リサちゃんにギャルメイクしてもらったよ、はい、イエイ。はい、ということでこれが今日はリサが作ってくれた小向かいギャルメイクでございます。やっぱりリサというとすげえ楽しいんだよね。今日もなんか知んないけど二人で仲良く床でお昼寝してたもんね。それでは皆さん、見てくれた皆様、チャンネル登録、そして、このメイクしてみたいなっていう女の子いたら、バンバン来ちゃってよ。Twitter もやってるんで、キャスも。YouTube ライブも最近始めたんでね。ぜひ見ていただけたらとっても嬉しいです。ということで、皆さんありがとうございました。痛いよ。ギャルって大変だな。これ、ちょっと。痛い。ああ、すごいここ痛い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 。ああ、痛そうです。ああ。で、これ、みなこの元カノがよくこうやって、こういう机のところにピッて貼ってて、それを見てブチ切れて別れるっつって別れた。これだぜ。うわ、絶対無理、別れるっつって、これ別れた原因。うわぁ、世界メイクすげぇな、これ。切れちゃってるよ。おやすみ。